おいっす。どうも、ニエトノです。今回はね、シャドーバースのデッキ紹介をやっていきたいと思います。で、今回何のデッキを紹介するのかなんですけれども、こちら、神速フェアリーと名付けました。どんなデッキかっていうと、序盤からまあ、フェアリーとかを手札に溜め込んで、こいつですね、妖精の刺激者。まあ、こいつでフェアリーにプラス1点と疾走をつけて、まあ、ある程度相手の体力を削ろうっていうようなタイプのデッキです。で、まあ、とどめに、まあ、盤面残ってたら、風神とか、シンシアをまあ使用して、フェアリーの打点を上げて、リーサル取っていこうっていうようなデッキですね。で、これ、レオネルが、まあ、あんまり、ね、使われないけど、今回採用したのは、そのね、そこまで強いかって言われたら、ちょっと疑問が残るんだけど、レオネルで一応この刺激者のコストをゼロにすることができるので、レオネルで刺激者のコストをゼロにして、シンシア出した後に刺激者出して、シンシア進化して、で手札のフェアリー1枚切ってっていう動きをすれば、その時点で盤面で9点出せるんですね、ダメージが。なんで、まあ一応シンシアと刺激者を同時に使いやすくするためのコンボパーツとして、レオネルをまあ採用しています。あとはね、刺激者出してから、フェアリー、リノセレスみたいなことをすれば、それだけでね、結構な打点稼げるので、なんでね、刺激者ありきで、まあ、打点が爆発するような作りにしてます。であとは、ここかな、エルフの狙撃。こいつがね、かなり重要。正直、エルフの狙撃を使って、どんだけ有利な盤面を形成できるかで、攻めやすさがだいぶ変わるので、正直こいつが引けないとあんまり話にならない。まあ多分ね、今の環境だとエルフはどのデッキ作っても多分そうだと思うんだよね。エルフの狙撃ぐらいしか、その相手のね、スタッツ高いフォロワーを簡単に除去できる方法がないのでっていうところですかね。あとはこいつかな。パフュームドワーフ。こいつも珍しいんじゃないかな。全然使われてないですしね。なんとなくね、まあ、バーッとフォロワー見ていってたら、パッとこいつが目について、スタッツ3-1なんで、まあ1点なんでね、結構簡単に取られるんですけど、そのヴァンパイアの頭部とかも一応まあ、そのね、スペルとかで処理されなければ相打ち取れますし、で、意外にね、この進化後フォロワーがいるなら相手のフォロワー1体を攻撃不能にするっていう、このファンファーレがね、意外と刺さってくれるので、まあ使いやすいカードかなと思います。といった感じでね、一旦まあ今からランクマッチ1戦やってみて、まあ、勝っても負けてもまた1回だけやります。で、一応フリーマッチでまたこのデッキのね、まあ、いい動きの映像撮れてるので、それは後でくっつけておきますっていう感じで、一旦じゃあこれでランクマッチ行ってみましょう。はい、お相手ヴァンパイアですね。で、申し訳ないんですけども、これね、3戦目です。あのね、1戦目が茨の森積んでるエルフと当たってフェアリー主体に動くデッキ組んでるから、もうぶっ刺さって普通に瞬殺されたんですね。で、2戦目が、まあ、今回と同じでヴァンパイアと当たって先行取られて、もうね、例の黄金ムーブされちゃって、その1戦目も2戦目もね、本当にちょっと何もさせてもらえなかった。なのでちょっと3戦目申し訳ないんですけど、3戦目今回取らせてもらってますという感じですね。で、手札は悪くないですね、今回。まあ、ここで頭部出てきたとしても、どうしようかな。狙撃で取れるっちゃ取れるけど、むしろ次のターン、鏡の世界狙撃とかの流れやった方が多分強いから、ここはまだ盤面広げます。後々ね、これで風神とかシンシアとかでね、盤面一気に強化して打点稼ぐっていう動きも見えてくるので、まあ、頭部の3点はね、食らっちゃうかもしれないけど、これは神様の言葉だよ。まあまあ、鏡の世界総撃でね、あれ2体とも取れるんで、よしとしましょう。うん、刺激者来てくれたのもいいですね。よし、じゃあ総撃で落としましょうか。やっぱりね、ヴァンパイアと当たるときはね、ひとまず狙撃引けないと本当に厳しい。狙撃があるのとないのとでね、
本当に盤面が取れる確率とかじゃないね、普通に取れないからね、もう衝撃ないと。あ、いいですね、明治来てくれた。さあゼロコスフェアリーを蓄えて、顔面行きます。まあ顔面行く以外にないしね。でまあまあ刺激者が今あるから、これでねフェアリーもうまく使ってあげることができる。山岳隊長が強すぎるんだよな。さあどうしようか。一旦でもフリームにいるリラかな。一応ねまあ刺激者フェアリーフェアリーリノセウスができるから、1,2,3 の4の8点取れるんだよね、もうこの時点で。2,4,8 か、うん、取れるけど、今それをしてもう後に続くカードがないから正直ねちょっと厳しいんですよね。風神とかねシンシアが手札に1枚でも見えてるならもうこの時点で8点取りにかかっても多分全然いいんだけど、ないので一旦まだ引っ張ります。相手もねまだ6ターン目でそんなにめっちゃめちゃ強い動きはないはずだから、まあ暗き設置されたらこっちは焦らないといけないんだけど、まだねバホメットも食ってないし、あ、まあ守護立てられんのは嫌だったな。風が俺を、うん、はいはいはい。うわしかもそこ進化すんのかよ、めんどくせえ。クトル進化はめんどくさいな。フェアリーサークル、うん、まあ使うけど、でどうしようか。グリームニルでもこじ開けるしかないかなそこ。いや刺激者切るか、厳しくなったな一気に。2,4,6,8は出せるけど、ところだな。でもこれやっちゃったらな、もう多分勝ち目がないんだよな。まあやるか。珍しいな。ねえ、何して遊ぶの？逆に立て。1,2,3だから。リノセウス、切るか。しょうがない。栄光を。また挑戦するぜ。いやー、シンシア来てほしいな。カイザ、進化権切るよね。で刺激者をどけるだろうから、まあリリエル超強えよ。ここでリリエルはまあしょうがないな。まあ刺激者ね3枚積んでるからまた引く可能性もあるし、まあ一旦はシンシア欲しいけどね。ここゴブリンリーダー、うん、微妙すぎる。とりあえず並べるか。クリームニルはワンチャン 10pp の方がいいと思うので温存します。んー、めっちゃ強い。そう、割といい動きしてたんだけどな。ここまで2枚はチートだわ、それはマジでチート。その壊れカード2枚も行使してくんだよマジかよ。どうにかする方法あるかこれ。いやーないだろう。クリームニル出すじゃん、進化するじゃん。1,2,3体フィルムドワーフで1体止まるけど、
まあ、それ止めるのは間違いなくこいつでしょ。でグリームニル進化してここ取るでしょ。444の資産12が残るでしょ。だからまあどうだろうな、スペルでグリームニルを除去されたらもう終わりだね。スペルじゃなくてもまあ普通にあれか、黄色の剣士とか原骨太郎とか何でもいいな。止められたら負け、止められたじゃない、ここ突破されたら負けだね。一応最後まであがくけど、はい、原骨太郎ね。いやーくっそ惜しかったな。でもいやー3枚積みのシンシアとか風神とか来てくれなかったからもうしょうがないかな。はい、ちょっとね申し訳ないです。ランクマッチねちょっとあんまりいい動き見せられなかったんですけど、フリーマッチの方でね、まあちゃんとこのデッキの綺麗な回ってる動画撮れてるのでそっちを今から流したいと思いますので、よければご覧ください。ここからはね、後付けの実況でちょっと見ていきたいと思います。でお相手がまああれですね、ネクロマンサーですね。でここをマリガンなんですけど、2コストのフォロワー一旦キープしました。でですね、まあ本当なら1コストからどんどん動いていけた方が有利なんですけれども、と言っていたらフェアリーサークルを引いたと。これはかなりいい動きですね。で2ターン目におそらくね、うん、フェアリーを並べましたね。まあ、理由としてはフェームドワーフ、その体力がね1点しかないのであまりね有利を広げられるタイミングがないかもしれないっていうところでね。そうネクロマンサーだとあのゾンビパーティーとか今だったら消えぬエンコンとか多分普通に積んでることもあると思いますので、でパフュームドワーフ1体だけだとスペル1枚でそのまま交換されてしまうっていうところでここはフェアリーを広げたっていう感じですね。まあ盤面より取るためにグリームニルで一方取ってリラを置いておくと。でまあここ気候し出してきたんで、まあ、リラ潰すだろうなって思ってたら案の定潰しにかかってくるはずですね。まあ、正直ね真空剣切らせてリラの効果のためにねやらせたっていうだけでも美味しいので、まあいい感じに封じん引けたんでここは打点上げに行きました。で封じんでリッチ取るんですけど、これがね2本並ぶと、これを処理するかほっとくかちょっと悩んだんですよここ一瞬ね。でまあまあでも盤面取った方がネクロ相手だし強いだろうと、その場のフォロワーを潰して効果を得るようなフォロワーも絶対採用されてると思うので、で一旦ここはね盤面を取りに行きました。でここでケルベロスと、正直ねケルベロス5ターン目に切る動きってそんなに強くないと思うんですよ個人的には。6ターン目とかにケルベロス切ってミミも一緒に使うっていうような動きをした方が強いはず。でここねパフュームドワーフがね輝いた。進化圏エルフプリンセスに切ってこれでケルベロスを、まあ、行動不能状態にしとけるので相手もね使いにくくなるとケルベロスが、まあ耳があるからしょうがないよねって感じですね。で案の定ねやっぱゾンパ持ってたと、パフュームドワーフの最初の方に置いてたらあれ1枚で処理されてたとは思います。でここね耳ここふんだんに使ってくると、まあ5ターン目に置く動き弱いとか言ったんですけど、まあ、こういう動きされるとねやっぱり耳ここ強力だなとは思いましたね。ただそれでもね盤面ある程度取り返すためだけにしか使えてないので、ここで刺激者がねいるんでもう打点ガンガン出していこうっていうことで、でここプレミなんですよ。なぜゼロコスフェアリーから順番に切っていったっていうの、まあ、でもこれ打点8点って結構やばくないですかこのカード。簡単に8点出るからね。でエフェメラハウルで8点取れるの強いって言ってるんだったら刺激者フェアリーでこれ8点取れたら強いでしょって思ってるんですよね。で相手がヘクターで返してきたんですけど、まあ、ヘクター切った時点でもうシンシア手札にあるんでこれでもう勝ち確定ですね。
まあ、前半から結構ね、まあ、手札も良くて、そのドローが強かったんで、正直、ね、かなりいい動きになっていますという感じでしたね。はい、はい、という感じでね、今対戦動画、まあ、見ていただいたかと思うんですけれども、まあ、綺麗な動きができれば本当にこのね妖精の刺激者から高打点出すことができますし、まあ、紳士や風神からもリーサル狙っていける、リノセウスもね加えてリーサルを狙っていけるっていうデッキになっております。でそのランクマッチの1戦目で茨の森を積んだエルフと当たったっていうお話ちょっとしたと思うんですけれども、案外ありなのかなって思いました。茨の森を積むっていうのも。なので、もしかしたらね、またこのデッキちょっと改良して、それからもう一度同じような動画出すかもしれないです。で、まだまだね、改良できる点いっぱいあると思いますので、このデッキ。で、ナーフ今度されると思うんで、その、あれね、ヴァンパイアとか、あと、一応上がってるのが、まあ、ニュートラルのアリスとか、まあ、ビショップのスノーホワイトプリンセス、あの辺ぐらいがナーフされるんじゃないかって言われてて、ナーフ5の環境を意識するとこの、ね、OTK とかテンポエルフっていうのは割と活躍できるデッキになってくるんじゃないかなと思ってるので、まあ、よければねなんか参考にしていただければ嬉しいですといったところで、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録もよければお願いいたします。それではさよなら。